皆様こんにちは。北九州市議会議長の高木健一郎です。本来なら今年北九州市で開催されるはずだったホラシスアジアミーティングですが、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響によって本市での開催は来年に延期されることになりました。そこで今回は北九州市について皆様に知っていただくために、北九州市の魅力を紹介するための VTR を準備いたしました。北九州市には皆様に見ていただきたいスポットが数多くあります。例えば歴史ある美しい建造物である小倉城、アメリカ CNN で日本の最も美しい場所の一つに選ばれた河内富士園、日本三大カルストの一つ平尾台、レトロな建物が立ち並ぶ関門海峡と門司港レトロ地区、200度を超える大パノラマを誇る新日本三大夜景の皿倉山など魅力が満載です。今から一部をご紹介いたしますのでお楽しみください。
北九州はいろんな素晴らしい地殻条件、環境もあると思います。いかがでしたでしょうか。北九州市は日本を代表する素晴らしい街です。ぜひ来年は北九州市にお越しください。皆様とお会いできることを楽しみにしています。北九州市市民一同、皆様のお越しをお待ちしています。ウェルカムトゥ北九州。Welcome to 北九州。Welcome to 北九州。北九州へおさおせよ。Welcome to 北九州。Welcome 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 to 北九州。